館長様、ごきげんよう。近頃は日差しが暖かく、そよぐ風から花の香りがして、寝具を干すのに最適ですね。あまり無理をしないようにと言われましたが、ポカポカしたお布団と枕は最高の睡眠につながりますから、メイドにとっては意味があることなのです。館長様こそ規則的な生活をするとおっしゃったのに、ずっと部屋にこもってお仕事をされていますよね。館長様が机に突っ伏して仮眠している間に、簡単なお仕事を代わりに片付けておきました。少しは館長様の負担を減らせるかと思います。後ほど以前館長様と一緒に行った花屋でお花を買ってきます。外出する暇もない館長様のために、このリタが春を連れてまいりましょう。バラ、スイートピー、カモミールにフリージア、お花の香りは館長様の疲れを癒してくれるはずです。館長様がこの手紙を読まれた頃には花屋から戻れるかと思います。館長様さえよろしければ一緒にお花を生けてみませんか。春にぴったりなお茶とお菓子をご用意してお待ちしております。リタ・ロスバイセ。